愛です。あかりだよ。上や下から見た構図にしたい。全身が映っている構図にしたいけどわからない。愛知、教えてちょうだい。キャラクターを下から撮った構図にしたいのに、呪文を知らないと何度も画像生成する羽目になります。適切な呪文を入れることによって、何度も画像生成することなくすぐに作成させることが可能になりますから、この動画で構図やアングル、視点などの呪文について一通りマスターしておくといいでしょう。まずは構図の呪文について解説します。胸付近から上の構図で生成したい場合は、ヘッドショットを入れることで可能になります。ですが、プロンプト内にスカートやデニムなど下半身に対する呪文を入れている場合は生成できなくなるので、削除してから生成するようにしましょう。横512縦512のように正方形の画像サイズにすることによって、さらに生成しやすくなります。胸付近から上までの構図であれば、全身画像よりも目などが崩れずにクオリティの高い画像生成がされやすいです。ヘッドで書かれているので頭と顔付近のみと思うかもしれませんが、そうではなく胸あたりまで描かれやすい傾向にあります。こちらは縦長、正方形、横長で生成した結果になります。正方形で生成するといい感じに画像生成できているね。画像サイズによって生成できる場合があるので、試行錯誤してみてください。太ももの真ん中上からの構図にしたい場合は、カウボーイショットと入れると生成できます。シビット AI のモデル配布サイトでも、プロンプト内容を確認するとよく目にする呪文です。太もも上から撮ってくれるのはいいけど、必ずと言っていいほど帽子をかぶっている画像が生成されてしまうよ。どうしたら帽子をかぶらせないように生成することができるのかな。プロンプトに追加でカウボーイショットの後に、カッコカッコノーハットコロン 1.3 カッコカッコ閉じると強調して入れることによって、帽子をかぶる傾向を少なくさせることができるよ。なるほど。ちなみに、ネガティブプロンプトにカウボーイやハットを入れても帽子がなくなることはありませんでした。カウボーイショットは別名でアメリカンショットとも呼ばれていますが、アメリカンショットと入力しても正方形の画像サイズでは、太もも上からの構図は生成できる確率が低い傾向にあります。ですが、画像サイズを縦長である横512縦1024くらいに設定すると、太もも上付近からの構図になりやすいので、参考程度に試してみるといいでしょう。こちらは縦長、正方形、横長で生成した結果になります。しっかり帽子をかぶらせないで生成することができているね。全身の構図にしたい場合はフルボディと入れると可能です。注意点として、横512縦512ですと、こちらのようにほとんど目が崩れやすかったり、全身画像で生成しない場合があります。ですから、立っている構図の場合はこちらのように横512縦1024で設定すると、正方形より目の質が上がったり、全身画像で生成されやすくなります。確かに全身で生成できるようになっているね。一番おすすめの方法は、横512縦768に設定してハイレゾリューション .fix を使用すると、最もクオリティが高く生成されます。目のクオリティがさっきよりも上がって、全身で生成されているね。画像サイズを大きくするので画像生成の処理時間は長くなりますが、目の質などが劇的に変わるので試してみてください。次はアングルについて解説します。シュートフロームフロントと入力すると、キャラクターと同じくらいの視線位置で前から撮るアングルになります。何も入れなくてもほとんど正面から撮りやすい傾向にありますが、なるべくガチャを多く回す必要がなくなるので追加した方がいいでしょう。上から撮ったようなアングルにしたい場合は、シュートフロームアバブと入力すると生成することができます。下からのアングルにしたい場合はシュートフロームビローと入力しましょう。うひょー。横からのアングルはシュートフロームサイドの呪文を入力すると可能です。後ろからのアングルではシュートフロームビハインドと入力しましょう。期待に応えて大体振り向いてくれるよ。次は人物の視線に関する呪文について。カメラ視線にさせる場合は、ルッキングアットビューワーの呪文を入れましょう。入れなくてもほとんど見る場合がありますが、すべてカメラ目線で画像生成したい場合は入れておきましょう。
上を見ている視線にさせたい場合は、ルッキングアップコロン 1.2 を入れると可能です。ほとんどはこちらのように、人物が上を見て上から撮るような画像生成になる場合が多いです。正面から撮って上を向いている構図にしたい場合は、何回も画像生成する必要があるよ。下の視線にさせる場合は、ルッキングダウンコロン 1.2 を入れましょう。アングルを指定する呪文を入力していないと、だいたい下アングルからの撮影からになります。下を見る画像生成をする場合も確率が低いから、何回か画像生成をする必要があるよ。横に見させたい場合はルッキングサイドの呪文を入れてください。こちらはシュートフロームフロントカンマルッキングサイドと入れて、キャラクターを横向きにして正面から撮った画像生成結果になります。後ろを見る、振り返らせる場合はルッキングバックを入れると可能です。振り向いている構図にしたい場合に使うといいでしょう。よそ見をさせる、カメラ視線ではなく他の場所を見させたい場合は、カッコルッキングアウェイコロン 1.4 カッコ閉じるを入れると、カメラ目線にならずに他のところを見させることができます。普通にルッキングアウェイと入れてもよそ見しない場合が多いので、コロンの後に 1.4 くらいの数値に設定するといいでしょう。呪文内容はモデルによって反映される場合とされない時があります。そういった場合は画像サイズを変更してみると解決する場合があります。例えば横512縦512の正方形の場合は、全身像を描かせるプロンプトのフルボディを入れて画像生成しても全身が描かれない、または胴体が崩れやすいことがあります。そういった場合は画像サイズを横512縦1024に設定したり、横512縦768のハイレゾリューションドットフィックスを使うことで全身の構図になったり、バランスの取れた体になったりする傾向がありますので試してみてください。思った構図などにならなかった場合の他の解決策として、参照画像をもとにイメージ2イメージやオープンポーズを使って生成する方法もあります。上記を試しても解決しない場合は、そのモデルに学習されていない可能性が考えられるので、違ったモデルに変更するのも一つの手です。ぜひ試してみてください。まとめです。構図やアングルなどの呪文内容をあらかじめ把握して入力することで、理想とするイメージの画像生成が出るまで時間をかける必要がなくなるので、なるべく覚えておいた方がいいでしょう。紹介した呪文をすべて試しても思い通りの構図やアングルにならない場合は、イメージ2イメージやオープンポーズ、オープンポーズエディターを使うのもいいでしょう。動画の概要欄に使い方について解説しているので、よければ見てください。以上で構図、アングル、視点の呪文について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。